なんか今日、なんか夕方ぐらいね、これなんかそのユーストリームでも中継やってたんですけれども、なんか民主党の辻恵っていうこの大阪の議員、民主党の議員でありですね、また弁護士でもある人がですね、なんか東京地検から、弁護士業務のことでなんか聴取をね、受けたっていうことで、まあそれの巡る報道がですね、なんかちょっと事実と違うっていう、その、まあ、釈明会見みたいなのを、まあしてたんですけども、まあこの方は、一応小沢側近とかってね、なんか言われてるらしいんですけども、僕あんまりそこまでよう知らんのですかね。まあやっぱ一応小沢派と見て、いい議員だと思うんですけども、まあなんかね、やっぱ東京地検がね、こうなんかその、いろいろややこしいんですけども、どうもやっぱりその東京地検がですね、この辻さんっていうのをでっち上げるために、なんか無理くりですね、事情聴取をしたんじゃないかっていうぐらいね、なんかちょっとね、その無理筋というかですね、なんか、もううまいこと説明できませんけども、なんかいろいろ、その、やりとりがあってね、なんかね、それはやっぱりなんか、ちょっとおかしいなと、言わざるを得ないっていうような感じで、一生懸命釈明されてたんですけども、まあ、これは何なのかなと、言ったらですね、やっぱりここ最近、というか、まあ、昨日あたりからね、その小沢グループの人たちが、民主党から離党するっていう騒ぎがあって、まあ、今日も、なんか元お天気キャスターみたいなのがね、なんかよくわかりませんけども、その方が、また離党したりとかして、まあ、今後ですね、民主党から、小沢グループと言われてる人たち、そうじゃない人も入ってるんですかね、ちょっとそこはわかんないですけども、まあ、とにかく小沢系の人たちがですね、十数人、なんか離党するっていう、その話が出てて、まあ、実際にもう離党もね、どんどん出てきてるっていうことで、まあ、これはね、やっぱりいよいよね、もう民主党が終わりというか、野田政権が終わりっていうかね、これもちろんその、なんていうんですか、小沢系の、ね、議員が自分で判断しただけで、僕は飛び出たとはね、とても全然思えないと。やっぱりそれ裏にはですね、やっぱ小沢一郎の意向っていうのがあるのかなと。だこの集団離党っていうのがね、まあ明日も、どんどん出てくるみたいなことをなんか言ってる人がいてたんですけども、やっぱりね、その、まあ、こうなんか新党を作るとか言ってるんですけども、ただ新党を作ってね、その、今回離党した人っていうのはもう若手っていうか一年生議員ばっかりみたいな感じでね。まあ、それもなんか比例から出た人も入ってるんですかね。なんかよくわかんないですけど。だから本当なんか、新党を作るって言っても、ただ選挙に勝てるかどうかっていうのは、限りなく僕は怪しいと思うんで、まあ、ただでさえ小沢グループね、130人とかって言ってるんですけども、そのうち結構やっぱりその若手っていうかですね、もうこの間比例で通ったばっかりという人もかなりいてますから、そういうことから言ってもですね、もう小沢グループが飛び出て、ね、新党を、作って、選挙勝てるかって言ったらね、そうはいかんだろうと思うんですよね。それはやっぱりその、今回の離党騒ぎっていうのは、僕はやっぱり条件闘争的意味合いがね、なんか強いんちゃうかなと。なんか事実上のね、やっぱりその野田内閣の、当確運動というかですね、もう野田のけと、もう野田政権をね、もう降りて、その小沢派のね、政権を作ろうとしてる、そういう運動の一環かなと思うんですよね。まあだから僕はね、ほんとその、これ離党したね、その、大義名分っていうのはやっぱ次々とマニフェストを、裏切ってきたっていうのはありますし、まあ消費税増税にしてもね、ヤンバダムの、継続決定にしてもですね。だから僕は本当ね、その小沢云々抜きにしてね、やっぱり民主党っていうのがね、もうダメになってると。だから本当その民主党がですね、本当自民党に完全になってしまったと。やってることは自民党と同じですから、言ってることもね。だからそういうことから言ってもですね、もうちょっと民主党っていうのは、まあ、これ以上国民の批判に耐えられないと思いますね。まあ、ただでさえ原発とか震災とかでもですね、まあ、かなりの批判があるわけで、まあ、ただね、まあ、僕は、
まあ、自民党と民主党が変わらないっていうね、全くその通りだと思うんですけども、ただ、唯一ね、擁護するとこがあるとすればね、それはやっぱりその自民党が持ってた利権からね、民主党にこう、利権がですね、移ったっていうね、その利権が変わったということに対しては、僕は民主党政権っていうのはね、まだ、意味があったんじゃないかなとは、ね、思うんですけどね。やっぱりその利権構造っていうのを少しでもこう変えていかない、いかんっていう意味ではね、その、利権があっちに移ってこっちに移ったりとかっていうのが、いう意味ではですね、まあ、ある程度、やっぱ政権交代っていうのは、ね、意味があったと思うんですけども、ただそんなことだけでね、そんな小さな変化でですね、とても僕もですね、国民もね、やっぱり納得しないし、やっぱりここはですね、自民党に政権が変わったらいいっていう人もほとんどいないと思うんでね、やっぱり新しい形での、政界再編とかね、なんかそういう方に期待するしかないんじゃないかなっていうね。結局その、小沢グループがですね、消費税増税反対だっていうね、僕は本当その通りっていうかですね、これ以上その景気悪いのに、消費税増税されたらたまらんということでね、やっぱりその消費税、増税反対だというね、勢力が大きい方が、やっぱり僕はいいと思うんでね。そういう意味ではですね、こういうその、離党騒ぎとか、小沢新党だとかで騒がれるのはね、いいことだと思うんですよね。だから小沢新党ってのは僕はできないんじゃないかなと思うんですよね。離党したところで、新党を作ったところでですね、選挙に勝つの難しいだろうと。いくらその橋本、市長とですね、大阪のね、小沢とですね、なんか連携に含み持たせてもですね、ちょっと難しいんじゃないかって思うんで、やっぱここはその野田佳彦総理大臣をですね、引きずり下ろしてですね、やっぱりその、なんかね、やっぱりその、小沢系議員のなんか総理を誕生させた方がね、まだマシなんじゃないかなって思うんですよ。だから、本当にまだマシっていうだけであってね、僕は決して小沢一郎が、全部いいとかね、そういうつもりは全くないんですけどね。ただやっぱりその、野田内閣っていうのがね、ほんと最初、なんかね、こう何もせんと、淡々と復興に頑張るのかなと思ったら、本当になんか TPP とか消費税増税とか言い出してね、もうむちゃくちゃなってきたと。いうことではね、もうあかんやろうなと。持たんだろうなと。まあ、ただその、まあ、原発関係でね、そのところどころ評価するとこあるんですけども、まあ、経済産業省が、火力発電の入札制度義務付けたとかね。まあ、でもそんなことは国民にはですね、届いてないから、これは評価されんだろうなと。あとなんか、今日なんか思ったらね、その、未承認の薬をですね、もう、未承認の状態であっても、その、重病の患者に対してはね、使わせるとかですね、まあそういうとこは評価してもいいんですけども、まあこれも、一部にしか伝わらないっていうことでね、やっぱり民主党ってのは、やっぱり全体的にもうダメだなっていうのは、もう、動かしようがない、事実になってきたわけでね。だから本当ね、なんか、野田内閣とか民主党もですね、こんなんで次の選挙勝てると思ってんのかっていうね。だからそこが一番僕は問題だと思うんですけども。だからね、本当なんか、もう、どうしようもないんでしょうね。野田総理もですね、もう本当はもっとこう、泥臭いとか土壌とか言ってましたけども。だから、なんかそういう問題解決ができなくなってきてるっていうのは、やっぱそのもう官僚に丸投げしてるっていうかね、もう官僚の言う通りに従ってるからですね、こう、小回りが効かなくなってるっていうのがね、もうそれが、まあ、ヤンバダムの継続決定にね、なんか象徴されてるような気がするんですけどね。ヤンバダムのね、決定者、その、国土交通大臣の前田っていうのも、元建設省の官僚やったんですかね。なんか官僚やったみたいで。だからそういうことから言ってもね、もう全然あかんなと。だから本当なんか、まあ、早くもう当確運動をやってね、もう野田佳彦を引きずり下ろすと。っていうのがね、僕は民主党が、まあ、唯一、まだ生き残れる、その戦略かなと思うんですけどね。あとは、もう選挙制度をですね、思いっきり変えると。なんか水面下では、ウルトラ C を出してくるんじゃないかっていうね、なんか民主党がね、選挙制度改革で。
まあ、それはなんか、やっぱりその比例代表で、公明党とか、共産党とか、みんなの党がですね、あまり議席減らないようになるっていうね、うん、ほんと小選挙区だけをですね、ちょっと変えた、なんかそういう、まあ、ようわかんないんですけども、そういう選挙制度をですね、変える、策を出してくるとかっていうのが、なんか、ちょっと言われてたみたいなんですけども、うん、まあ、それも今の状況でね、そんなウルトラ死とかできるんかいという話でもあるんでね、だからこれなかなか難しいと思うんですけど、うん、まあ、僕はやっぱり、まあ、小沢新党が作ってもね、小沢新党っていうのができてもですね、もう今、はっきり言って小沢一郎支持してんのもね、あんまりそう多くないですからね、言うたもね。だから橋本を人気に頼ったりとかしてるっていう面もあるわけで、そこだから言ってもですね、やっぱり民主党を、やっぱりその小沢、系のね、が乗っ取るというかですね、そういう形が一番いいんちゃうかなとは思うんですけど、多分小沢一郎だってそう思ってると思うんですけどね。まあ、とにかくね、なんかその、まあ、東京地検のね、なんか小沢はがりみたいなのはね、なんか結構東京地検もね、散々その小沢に問題にしてもね、陸団会の問題にしても、村木さんの問題にしてもですね、なんか反省したかのように見えてですね、全然反省してないっていうのがね、なんか不気味だなと思いますね。やっぱりその、アメリカの影響とかね、そういうのがあるのかなってやっぱ思ったりするんで、ですけどね、小沢派潰しっていうかね。